皆さん、こんにちは。アプタビートミュージックスクールギター科講師の大沢でございます。もう何が何だか訳がわかんねえって感じですけれども、今回はですね、チョコレート菓子を作ってみようかなと思います。まあ、あれですね、バレンタインの女性の方に向けた動画ということです。今までお菓子を作ったことがないよという方もですね、簡単に作れて、なおかつそれっぽい、そんなお菓子の作り方を、この動画の中でご紹介させていただこうかなと思います。作業時間としては、まあ、60分とかそのぐらいで終わる内容ですし、でなおかつ特別な技術とか特別な知識とかも、そんなに必要なかったりとかするので、興味がありましたらぜひチャレンジをしてみていただければなと。まあ、簡単に言うと、まあ、チョコレートを溶かして、その中にこう風味付けの何かしら飲み物を入れて、ドライフルーツを入れて、ナッツを振って、で固めてで、ココアパウダーを振って出来上がりと、まあ、そんな内容なんですが、興味がありましたら、ぜひチャレンジをしてみていただければなという感じです。動画のアップロードがギリギリになってしまいましたが、ぜひお菓子作りトライをしてみてください。それでは、とりあえず動画をスタートしましょう。バチコーン！恒例の材料の確認でございます。まず、チョコレートを 200g ぐらい。200g 以上かな。200g 以上。そして、アーモンドスライスとココアパウダーとドライフルーツ。そして、何かしらの飲み物と平たいパッド。そして、ボールとゴムベラ。この辺を用意してみてくださいませ。材料の細かい話については、まあ、後々、作業が進むにつれてお話をさせていただきます。で後ほど、チョコレートを湯煎で溶かさなきゃいけないので、まあ、あらかじめもう、ね、お鍋の中にお水を張って火をかけておくと、作業がスムーズになって良いかなと思います。で100円均一とかで売っているような、こういうプラスチックのまな板なんていうんですかね。こういう板が売っているんですよ、プラスチックの。こういうのがあると、まな板とかも汚れないですし、すごい良いかなと思います。ぜひ。ダイソーとか100円ショップに行く機会がありましたら、探してみてください。とりあえず最初の工程としては、チョコレートを細かく砕いていきます。なんで細かく砕くかというと、単純にこれ溶けやすくするためなんですよね。なので、ある程度大きくてもいいですし、本当ある程度細かくなれば全然大丈夫という感じです。で先ほど、200g 以上という言い方をしたんですけれども、チョコレート1枚って55g だったり60g だったりとかして結構まちまちじゃないですか。なので、その辺を考慮して、まあ、200g 以上という言い方をしているんですが、200g よりも少なくなければ何でもいいです。で、チョコレートも結構硬くて切りにくいので、包丁の扱い方には気をつけてください。この動画みたいな感じで人差し指にこう包丁を当てて、で、なおかつ、右手もですね、これちょっとこう握るような感じで切っていくと良いかなと思います。女性の方とかね、結構力が弱くて大変なんですけれども、人差し指に当てて、で、包丁を握るようにして、こう体重をかける感じで切っていくと、切りやすいかなと思います。まあね、この指とか切らないように、そこだけは本当に怪我に気をつけて作業していただければという感じでしょうか。で、チョコレートはミルクチョコとかよりも、なんかこう苦めなビターチョコとかブラックチョコが今回は合うんじゃないかなと思いますので、まあその辺はお好みによって調節をしてみてください。ミルクでもビターでもどっちでもいいです。で、その次はドライフルーツを入れていきます。今回僕はダイソーで見つけたこのドライフルーツミックスみたいなのを使っているんですけれども、まあ、レモンピールとかオレンジピールとか、あとマンゴーとかイチジクとか、ブルーベリーとかプルーンとか、まあ、いろんなドライフルーツがあるじゃないですか。もうこの辺のですね、好きなものを使ってください。これにチョコレート、これチョコと合うんじゃないのかなと、自分がイメージしたものを使っていただければ何でも OK です。で、ドライフルーツに関してもある程度細かくなればいいので、まあ、包丁でずっとパパパパパパッと切って、そのままボウルの中にスパンと入れてしまってください。まあ、こうなんていうんですかね。いいお店に行くと、いいドライフルーツ、まあ、高いドライフルーツって言ってるじゃないですか。今回のチョコの場合は、そこまでいいドライフルーツを使わない方がいいんじゃないのかなと思うぐらいで、本当にもう、お好みでチョイスをしていただいても全然大丈夫です。で、この後僕は、ナッツ、アーモンドスライスをこう切っていくんですけれども、正直ナッツ類に関してもですね、お好きなものを使っていただいて大丈夫です。カシューナッツが好きだという方はカシューナッツでもいいですし、マカダミアナッツでも別に大丈夫ですし、アーモンドでもいいですし、クルミとかでもいいですし、
ナッ、ん？ミックスナッツみたいなのを使っていただいてもいいですし、ただ、あんまりこういうの慣れてないという方、もしくは自信がないという方は、アーモンドスライスがおすすめです。なんかこう、塊のアーモンドを砕くのって何気に大変ですし、何気に難しいんですよ。その粒を揃えるのとか。そういったことに自信がないよという方は、普通にアーモンドスライスを買ってきて、こんな感じで包丁でザクザクとある程度細かくしていただければなと思います。で、包丁をそのままこうズバンズバンと落としていくと、結構ね、アーモンドがあちこち散らばっていってしまうので、こう先っぽからこう前にずらすような感じで切っていくと、こう飛び散らなくて良いかなと思います。で、これはナッツは、アーモンドはボウルの中に入れずに、最終的にこう仕上げで使うので、別のお皿に取っておいていただければなと。めんどくさければ、もうチョコの中に入れちゃっても大丈夫です。今回はなんとなく別でやってみております。で、この後にチョコレートを湯煎していくんですけれども、ここが一番のポイントといいますか。あ、しまった、その前に飲み物だ。ジュースを入れていきます。なんかこう、チョコレートを柔らかくするため、もし、あとは、風味をつけるために飲み物を入れていきます。で、この飲み物も何でもいいです。僕は今回、コンビニに行ったら、飲むヨーグルト、ブルーベリーなんてのを見つけて、あ、これ結構合うんじゃないと思って、それを使ってみているんですが、100% のアップルジュースとか、オレンジジュース、グレープフルーツジュースとか、あと普通にミルクティーとか、レモンティーとか、なんかそういうのもすごい美味しそうな感じがしますし、これ入ってたら美味しいんじゃないのかななんていうものを買ってきてみてください。で、これが 60ml、60cc って感じですかね。で、それをボウルに入れて、こんな感じで湯煎しながら、チョコレートを温めていきます。で、今回のこのチョコレート菓子の中で、唯一失敗できるポイントとしては、湯煎するときなんですよ。ここだけちょっと気をつけてください。チョコレートを溶かして、一回全部バラバラバラと、なんていうんですかね、溶けさせる。手のと、50度ぐらいまで温めるっていう2つの目的があるんですね。チョコレートの温度が50度よりも高くなっちゃうと、またちょっとこう風味が損なわれるし、50度いかないと、これはこれでまた風味が悪いし、みたいな感じで、ここが唯一失敗できるポイントなので、まあ、そんな失敗はしないと思うんですけれども、気をつけてみてください。お湯がもうボコ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 と激しく沸騰しているときは、ちょっと温度高すぎです。お湯が70度ぐらい、指先をポチョンとつけてみて、あ、熱っみたいな、このぐらいの、うわ、熱っこのぐらいです。触った瞬間に、あっちゃーみたいなのは、ちょっと温度が上がりすぎかなという感じですね。で、その湯煎の中にこうガーッと入れて、ひたすらこう混ぜ続けて、均等に熱が加わるようにチョコレートを溶かしていくと、テンパリングって言って、また難しい話になってしまうので、あんまり詳しくは割愛するんですが、まあ、50度ぐらいに温めてから、また冷やし固めると美味しくなるという話です。で、こういう鉄のボールとかを使っていただいて、ガラスの熱いやつとかじゃなくて、鉄のボールを使って、で、こう混ぜてるじゃないですか。で、この左手でこう、底を触ってみるんですよね、ボールの底。で、これを触って、もうじんわりほんのり、あったかいなぁ、これ、あったかいなぁ、これって思えるぐらいが適温です。そうすると、チョコレートの方も不思議とこう艶が出てくるので、それを目安に、あったかいなぁ、これと、艶が出てくるの2つを目安に、チョコレートを温めていただければと思います。で、それができたら、もう OK。あとはもうね、このパッドに入れていきましょう。先ほど僕はパッドを水で少し濡らしましたけれども、こうするとラップが貼り付きやすいという理由でございます。ね、パッドが濡れてないとラップがなかなかくっついている。思い通りにいかないので、ちょっと軽く濡らしてから、こんな感じでラップを敷いていくと良いかなと思います。最終的にココアパウダーをバーッと振ってしまうので、このラップにシワが出てしまったりとか、形が悪くなっちゃっても全然大丈夫です。なんとなく、このね、ラップがそこに敷ければ OK です。で、この準備が整ったら、まあ、チョコレートを流していくという感じでしょうか。とにかくそのパッドは何でもいいんですけども、平たいこと、丸とかではなくて、平たい平面のパッドだということ。あと、ある程度このね、
厚みですね、マチっていうんですか、があることが、条件でございます。あ、なんか動画が遅くなってきた。で、それをこうね、チョコレートをパッドの中に入れて、まあ、ゴムベラでこう鳴らしていくという感じでしょうか。なんかこうやって見ると、すごい簡単そうな感じがしませんか。今のところの工程を簡単に言うと、チョコレートを刻む、ドライフルーツを刻む、ナッツを刻む、で、ボウルの中にチョコレートを入れる、ドライフルーツを入れる、飲み物を入れる、湯煎で溶かす、で、パッドにラップ敷く、入れる、っていう感じです。そんな感じで、なんか僕がいろいろとベラベラ喋るからすごい難しそうに感じたかもしれませんが、まあ、実際のところは全然大したことないよということです。で、パッドの大きさによってはチョコレートが足らないこともあると思うので、まあ、この動画みたいな感じで、ちょっとね、端っこの方を余らせたりとかして、気をつけていくと良いかなと思います。あまりチョコレートが薄すぎても、後で成形しづらいというか、切り分けづらくなってしまうので、なんですかね、1センチちょっとぐらいの厚さになるように調整していただければ良いかなと思います。まあ、ほぼ糊で大丈夫です。心配しなくても。で、チョコレートを敷き詰めたら、あとはナッツをパラ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 っと、やっていってみてください。結構端っこの方にね、そのナッツがないみたいな状態になってしまうので、端っこに気をつけながらこう振っていただけると良いかなという感じですね。で、ある程度こうファーッと振ったら、指でちょっとこう軽くポン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 と押さえたりとかして、飛ばないようにしていただければ OK です。なんか僕は一応こう慎重にやってますけれども、最終的にわあ、めんどくせえなみたいな感じで全部バッてひっくり返しちゃったりしてしまいました。で、この状態まで持っていったら、あとは冷蔵庫で、そうですね、30分冷やしましょう。そうすると、こんな感じで、結構ね、チョコレートがしっかり固まってきて、まあ、そのまま取れるかと思います。30分以上時間取れるぜという方は、1時間とか冷やせればもう十分って感じですね。チョコレートが冷やし固まってくれれば何でもいいので、お、固まってきました、固まってきました。で、また、100円ショップで買ってきたあのプラスチックの板が大活躍でございます。なんかこれ初めて今回買ってきて使ったんですけども、すごい便利ですね。なんかもっと前から持っておけばよかったなとすごく思いました。で、ココアパウダーもこれダイソーで買ってきたものなんですけども、最近のダイソーというのは本当に便利ですね。ね、こんなココアパウダーとかドライフルーツとか売ってるとは思わなかったですからね。普通にスーパーとか製菓材料屋さんでドライフルーツとかココアパウダーとか買うと結構いい値段するんですよ。ちょっとしか入ってなくて300円とかね、400円とか、ナッツ類とかも結構高いですし、それが100円で揃うと考えるとなかなか侮れねえって感じですね。で、まあココアパウダーをそのままもうバーッと振ってしまってください。茶こしとかそういうのを持っている方はですね、まあ、きれいにこう振り分けたりとかすると良いと思うんですが、僕はちょっと面倒なので、そのまま、振ってしまっております。まあ、ナッツが全体的に隠れるかなくらいまでいったら OK です。で、このままひっくり返していきましょう。僕はここで失敗して、あ、バフってなって、ココアがバッと飛び散って、うわべってなっちゃったんですけれども、そうならないように気をつけてみてください。で、冷やし固まっていれば、ラップがそのままパーッと取れるはずなので、取っていただいて、で、ここで、包丁を使って、チョコレートを切り分けていきます。で、このサイズ、何人前必要なのかとか、何個必要なのかをあらかじめ計算しておくと良いかなと思います。例えば、50個必要ということでしたらば、縦が5個、で、横に10列みたいな感じで、何個にしたいのかみたいな感じを先に計画しておくと良いかなと思いますね。で、今、動画みたいな感じで、まあ、好きな個数といいますか、大きさというか、まあ、そんな感じに揃えていただければと。で、全体的にこのココアパウダーがまぶされている状態に持っていきたいので、切り分けたらまたたっぷりめにココアパウダーをバババババッと振っていきます。ココアパウダーとココアは
ちょっと別物なんですけれども、ココアパウダー揃えるのがめんどくさいよという方はですね、まあ、ココアでもいいかななんて正直思ったりとかします。ちょっと食感というか、舌触りが変わってきてしまうんですが、まあ、ココアパウダーにそこまでこだわらなくてもいいのかななんて、個人的に思ってしまったり。で、この余分なココアパウダーをね、この、はたいたりとかして、あ、違うか。まあ、このね、くっついている部分をこう切り離して、まあ、全体的にこうココアパウダーがまぶさるように、まあ、コロ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 してあげて、で、出来上がりという感じですね。こんな感じで、手で転がして、まあ、出来上がり、転がして出来上がり、転がして出来上がり、みたいな感じです。まあ、今僕は目の前に、まあ、出来上がりのものがあるんですけれども、なかなかね、これ、いいもんですよ。飲むヨーグルト、ブルーベリーを買ってきたのは結構これ正解だったなと自分で思いました。うん。なんかこう、風味がつくんですよね。不思議なものだな、これ、ほんまに。うん。あ、で、ここから、ラッピングをしていきます。うん、ドライフルーツとチョコってめちゃくちゃ合いますよね、本当にね。なんか僕はお酒が大好きなんですけれども、なんかすごいもうウイスキーと一緒に食べたらめっちゃうまいななんて覚えながら、この時もつまみ食いしたりとかしてるんですけども。なんだっけ。あ、次はラッピングです。ラッピングするときはそのココアパウダーが飛び散っちゃったりとか、形が崩れちゃったりとかするのを防ぐために、一回こう、ラップにくるんでから、なんかこうね、包装すると良いかなと思います。ね、なんかこう、ラップせずにそのまま入れちゃったりとかすると、結構ね、その扱いづらいというか、取り出しづらかったりとかするので、こんな感じでやっていくと良いのかな、なんて。まあ、この辺はどっちかっていうと、僕よりもその女性の方の方が絶対得意だと思うので、まあ、お任せします。なんか可愛い感じでラッピングすれば良いんじゃないでしょうか。そんな感じです。まあ、僕は3つ、撮影用に3つだけ包装しておりますけれども、そのラッピングに関してはお任せいたします。僕としてはラップに1回くるんだ方が良いかなというぐらいです。終わりました。まあ、そんな感じで一通り流れを説明させていただきましたけども、いかがでしたでしょうか。ちょっと余談なんですけれども、このバレンタイン動画を作るためにですね、僕は結構お菓子を試作したんです。で、こう、シュークリームっぽいの作ったり、パンケーキっぽいの作ったり。で、最終的にそのカップケーキみたいなのに落ち着いたんですけれども、この、おこれなかなかいいじゃねえか、なかなか美味しいじゃねえか、っていうのが出来上がったんですが、冷静に考えるとこれ全然簡単じゃねえということで、一回初心に戻って、まぁ、あ、こんな感じのお菓子に、行き着きました。本当ね、難易度で言ったら本当、5段階中、星1みたいな難易度なので、ぜひともチャレンジをしてみていただければなと思います。さっきも言いましたけれども、唯一失敗できるポイントとしては、チョコレートの温度。これだけなので、上げすぎず、かといって、上がらなすぎずを気をつけて温めていただけると良いかなと思います。それでは、今からのかなり時間がないですけれども、楽しいお菓子ライフをエンジョイしてくださいませ。それではまた、さよなら。